すっげえプルプルしてたけど。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。次弔いの穴ということでホライゾン計画を探る感じかな。これいるの、俺いるの早いねと思ったらびっくりした今の。開けれないし、紐がまつげに絶対それ痛い。いやーでもね、僕は南の人間なんでもう一面雪っていうのがさ、すっごい羨ましくっていいよね雪ね。雪国の下からしたらよくねえわって言われそうやけど、さあこのぐらいの穴に行けばいいだけだから、このままてかファストトラベルして大丈夫そうかな。そうだね、飛ぼう。ここだね。ずーっと降りて、汚れ地帯か、飛ぼう。まあとりあえずね、うん、じゃあ行こう。あっちだね。なんか新種の敵出てくるかな。一応ベヒーモスにあって地獄は見たけど、使えそう。さあ無視していこう。あれか、これ戦った、これ戦ってないか、もうちょい大きいやつ戦ったね。これがオートワが話していた道だな。バヌークの土地はこの上だ。さあ行きましょう。さあやってきた弔いの穴。中にもちょい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 、敵がいるって聞いてねえ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、なんじゃそれ。すっげえプルプルしてたけど、お、やっか、やんのかお前ら。いや、それはもう、それはもうあの何発も当たる前に死んだ方がマシよ。あんなん穴だらけになるわ。動画的に優しいよーって言ってたのにめちゃくちゃね、近めで撃つっていう。奴の動きを止めるんだ。まずは手足を立ってエンジンを破壊しろ。タイタン、まるで時が止まってしまったよう。不屈の勝利作戦か、どういう意味だ。なんであれいい結果にはならなかったようだな。不屈ね、精神論っぽいけどな。あーでも人間もあれだろうな、アンドロイカだとかそういうことだろうね。お、シャードがめっちゃ集まってる。
危ねえ。ああ、もうあれ、音声壊れてるね。兵士たちが寝てた場所。母の、サイレンス見えてるか。なんだ。記録。みんなここで。カリフォルニア海軍第三戦死んだんだ。太平洋からスワームが襲ってきた。もっと面白いものはないのか。狂気の15戦隊がゴミベルトを焼き払った。海が炎に包まれて、そして全てが焼けた。おでえまみれのロボットたちが攻撃してきた。スワームの計算修正までの数時間、奴らをなぶり殺してやった。内地におびき寄せ、ガルマール中に散らばらせた。さぞ快適だ。ビルを落として電子パルスを浴びせる。敵の世界だし、慣れていつも通りの手順だ。会話がいろいろ多すぎて。最後にカリフォルニアにいたのは確か5、6歳。40年代はまだソーシャルネットフィルターがどこでも流行ってたっけ。よし、音声は一時やめよう。通常の会話が。これ？ああ、降りるのか。ああ、ここでいっぱい人が亡くなったから、弔いの穴ね。なるほど。で、降りて。そう、会話がごちゃごちゃなるからさ。電力がないってことか。動力を探しましょう。よくあることだよね、こういう重要な話してそうで、そうじゃないときね。これ多分落ちたらんだよね、死ぬやつ、ね、今見るのは子供の時以来だ。きっと何かの暗号だ。ここにあるものをスキャンしてみた方がいいかも。役に立ちそう。これさ、こうしますっていうのは特に映ってるわけじゃないからね。あ、いや、あるわ。上、下、左、右。電線3本、電源3つ。1つ目だ。あ、まだあんのか。でこの線が電源に繋がってる。次、下。うい。何のタイミングで出てんの？でもダメだよね。これかな。きっとみんな地熱システムの再起動方法を知りたがるだろう。こうするんだよ。鳥は夏に北へ飛んで、春は東へ飛んで、秋は西へ飛んで、冬は南へ飛ぶ。GT テックのマイク様の口からこんな美しい詩が聞けるとは思ってなかった。期待を裏切る、それが俺様ってやつ。
なんて。さて、これ南。あのね、東西南北で言われるのが一番苦手なんだよね。これで2つ。はい、オッケー。あと1つ。あ、じゃあこれ山間、いや、ああ合ってた。上上下、上上下み下。あの俺様はあれだよね。あの恥ずかしいタイプだよね。多分そのはず。あの友達にいたらちょっと恥ずかしいタイプで、あの多分最初に。なんかあったりやられるタイプやな。さあ久しぶりの謎解き。作業の音。何するフリプス。別の入り口か。太古の鎧。へえ。いや、弔いあんなしないといけないんだけど、太古の鎧。さあ、2000。いきなり2000のクエスト出るの。シールドウィーバーってやつね。あークエスト変えよう。多分ナルシストタイプだったんだろうね、さっきの俺様さんはね。やっぱりいたか。奴らが欲しがってるのは武器だけ。曲消えた。スクラッパーアーマーが好きか。意外と来そうで来ない。いました。ご苦労さん。まだ探してる。んで、はい、いらっしゃい。ねえ、で側面から攻めるぞ。いい、いい、てい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 て。ひどいことするわー、マジで。こっちでいいか。頭狙えばいいし。君やっぱ強いね。よし、戻っていった。
まった、あっちいるね。さっき手に入れた銃を使いたいけど、あ、ナイス貫通。よしよしよし。あーでも確かにそうだね、強い敵になると確かにプレイスキルっていうかは急に要求される気がする。だいたいグレネード投げとけばどうにかなるっていう精神ではあるけどね、僕は。よっ、このヘビーウェポン。やっぱヘビーウェポンって強いんだね。あれは取るとして、これ上な。さっきのさ、大型のやつ、あれ持ちをさ早めに倒して回収することができればかなり有利に進む気はするね。まあ移動速度落ちるかもしれないけど、正面切って戦えるのでかいからね。意外と何もない。あー持っていけないのか。あ、持っていけれないね。まあだと思ったけど、で あーよし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 。あれ画面切れじゃないとマジで見えないからね。音声データはちょっと会話が始まると消せれないんで別で見よっかな。お、これで、これは何だ。それか、地図だ。一体何だ。この世界、地球だよ、アーロイ。平らだとでも。そんなわけないだろ。月食の時、月にかかる影が曲がる。球体だということだ。遠くから見ると、こう見えるのか。その話はまた今度にしよう。今はやるべきことが。ファロの機械は全てを食い尽くそうと世界に広がった。それをどうにかエリザベトが食い止めたが、どうやって。地球は丸いね。でそっち入り組んでるね、ほんとね。ここはしかもなんかやたらなんか手に入るな。エクリプスが鉄の悪魔をいじっているな。奴らまさか起こせるとでも。
切れをつけろ。はあ、そういう風に。デスブリンガー、またお前と戦うのか。デスブリンガーとエクリプス兵を倒すと、多分ねミサイルを撃ってくるってことはないだろうから、正直降りなければ。なぜ外した。はあ、それ外れたらどうしようもないいいんだけど。いや崩れるの聞いてないんだけど。そうか、足場崩れんのか。そんなん聞いてねえわー、マジで。ケンペシュが動いた。しかもこいつ動いてる。今のはびっくりしたなー、マジで。サイレントキルとかっこいい倒し方やったね。そっちだけガードあるの。そこの隙間から撃ってくる。
足を取って全然ダメだね。よし。つまり古の兵士たちは一度に何百体と戦ってた。意外といけたね。さて、しかもなんか最高難易度だ。なんかいいの手に入ったけど、これ物陰があったからよかったけど、なかったら無理だね。いやー、そっか。でも足場が薄いところは今後気をつけないといけないね。爆発物撃ってくるやつに対しては。んじゃ開けよう。もう出ないんじゃない？敵は。そう願いたいけど。おお。ありがとう、ソベック博士。座ってくれ。おい、ありがとうだって。あんなこと言われて。将軍、博士は現状を明らかにし、我々に選択肢を与えてくれた。感謝すべきではないか。いえ、私は、ただ、なんてことだ。この議論はオフラインでしないか。いや、これは議論でも何でもない。数字を見ただろう。パロは支払いはするだろう。だからといって、その金で、ゼロドーン遂行の時間が変えるわけではない。人命と、引き換えるしかないんだよ。おい、冗談だろ。艦隊を強化して何とかハッキングすれば。聞いてなかったの？私たちの代わりに戦うロボットはいないの。ことハッキングにおいてこの群れにかなうものなんて存在しない。無人機なんて使おうものならハイジャックされて乗っ取られるわ。だがこれさ、市民を肉引き機に投げ込むようなもんだ。いいか諸君、我々が直面している敵は恐ろしいスピードで複製をし、生物を燃料として食い尽くしている。ゼロドーンが唯一の希望だ。それじゃあまだ生きている市民全員にレールガンを供給して引き金の位置を教えて前線に送り込むか。納得するわけがない。彼らに戦う目的を与える。それがゼロドーンだ。未来を救う最高機密超兵器プログラム。人類がスワームを食い止め、ソベック博士が計画を遂行する時間を稼ぐ。不屈の勝利作戦の軍事計画を記載したファイルを送る。軍事計画？これは戦争犯罪だ。卑劣かもしれない。だが希望はある。他に道はあるか。ソベック博士、ユタ州ブライス近郊にある軌道衛星基地の廃墟をゼロドーンの拠点として使ってくれ。広さも十分だ。いつから開始を？アルファとベータの候補者リストをメールしておいた。彼らのほとんどが外国籍か企業側の被験者だから確保するのは任せてくれ。君はチームを集めろ。頼んだぞ。頼みます。軌道衛星基地、何のこと？この人たちは一体エリザベトは何者？確かにね、そんなすごい、普通に対等に話してるからね。やっと出られた。彼らが言っていた軌道衛星基地を探そう。軌道衛星基地の場所が分かった。だが問題がある。何なんだ？どうやら落葉の砦にある宮殿の真下だ。シャドウカージャの首都に？面倒な話だな。フォーカスをつけているエクリプスの密偵が宮殿には5万といる。高感度もばかりだ。彼らはハデスにつながっている。もし気づかれればシャドウカージャ全軍にお前を殺すよう命じるだろう。じゃあ前みたいにフォーカスを使えなくすれば？そう単純じゃない。
フォーカスの数が多すぎる。仲間やハデスと連絡が取れるようネットワークを張り巡らせてある。ネットワーク？なんだ？フォーカスをつなげる巨大な蜘蛛の巣が大陸中に張り巡らされているのを想像してみろ。そのおかげで離れていてもすぐ連絡が取れるようになっている。じゃあその蜘蛛の巣は切り落としたりできないのか？ほう、ネットワークの妨害か。大胆だな。だが方法はある。ネットワークの弱点だ。どこにある？お前のフォーカスに情報を送る。そこに向かい近づいたら詳細を連絡してやろう。ゼロドンとは何だ？それにエリザベトはどんな武器を作った？機械は止めたが、それでもなお人類と世界が終焉を迎えた。またそうならないといいけれど。さあ、これで弔い穴クリア。レベル上がって呪われし闇。あー、これ次回落ちる日をやった方がいいかな。やって多分こっちに絞った方が良さそうな感じもするよね。ちょっとダブルショット先に欲しいな。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあ17話ここで完結ですね。まあまあまあ、本当一回一回が話が長いし敵も強力になってきてるね。倒せないレベルじゃないけど足場取られなければね。はい、ということでここにご視聴ありがとうございました。動画を見ている方はここまで、ライブを見ている方は引き続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。